トラちゃんは見た。私はユズリハ。つい最近夫の徳佐と席を入れた。夫婦二人で共働きの生活といってもお互い多忙すぎずいい感じにやれていると思う。これ嫁姑問題とかよくわかんないけど、お前嫁いびりとか受けてたりする？私もわからないな。挨拶した時徳佐の家族みんないい人だったし、結婚式挙げてないと会う機会も少なかったしな。こういうのって同居して起きる話なんじゃない？それもそうか。なんてのんきに過ごしていたある日。もしもし。あ、お母さん。ゆずりはさん、今度一緒に中華でも食べに行かない？うちの家族と徳さんも誘ってさ。中華ですか？ぜひご一緒させてください。ラフな格好で行けるところだから気軽に来てね。はい、お気遣いありがとうございますと信じて向かったところ、めっちゃ高そう。しかも向こう清掃してるし。なんで？私ラフでって言われたよね。あらやだ、ゆずりはさん、そんな普段着で来ちゃって。いいお店予約したって言ったじゃない。お若いから TPO を知らないのね。はあ、ちゃんと言ってないといけなかったかしら。はあ、TPO くらいわきまえられますけど。普段着って強調したのそっちでしょ。ゆずりはさん、今日のお店結構有名なんでね。スーツとかの方が良かったかな。次回は気をつけてね。はあ、優しさが逆につれ。お前ちゃんと確認取ってけよ。確認取ってこれだわ。俺めっちゃ恥ずかしい。私だって恥ずかしいわ。てかこれ嫁いびりってやつじゃない？あんまり話したこともないのに。なんで？嫌われるようなことした覚えないんですけど。まあ何にせよそっちがそのつもりなら受けて立つわ。フカヒレの姿に一つください。わあ、伊勢海老のエビチリもある。これとあとツバメの巣のスープもお願いします。かしこまりました。あの、ゆずりはさん？あ、すみません、お先に頼んでしまいました。そうじゃなくてね、コースを頼んであったのよ。そうなんですか、言われてなかったので。でもさすがいいお店ですね。食べてみたかったものがたくさんあってすごいな。そう？フカヒレの姿煮でございます。わあ、おいしそう。おいしい？お前な、いい加減にしろよ。非常識すぎるぞ。お前がそんなやつなんて知らなかったよ。そんなこと言われてもな、私だってお母さんがこんな人だって知らなかったし。は？なんでうちの母さんの話になるんだよ。だって私、ラフな格好で OK のバイキングに予約したって誘われたんだよ。でも中華だから今朝もう一度電話で聞いたのに。やだ、清掃だと逆に浮いちゃうわよ。なんて言われてさ、信じて来てみればこれでしょ。こんな風に騙されて、みんなから落とされて私が怒らないとだって。やけ食いしなきゃやってらんないよ。母さん、今の話本当？おい、どうなんだ？はい、ごめんなさい。ゆずりはさん、誤解とはいえ失礼なことをした。申し訳ない。いえいえ、お父さんが謝らなくても。私こそ嫌味な態度取ってしまってすみません。いや、あなたの怒りはもっともだ。詫びと言ってはなんだが、今日は好きなものを頼んでくれ。俺も怒ってごめん。私も勘違いしてごめんね。しっかりしてる人だからおかしいなとは思ったんだよね。ほら、お母さんも。ゆずりはさん、ごめんなさいね。こうして誤解は解け、私も明るく振る舞ったからか、その後はなんだか朗らかに過ごすことができた。ここは僕が反省させなきゃダメ。お母さんの方はかなりの額を自腹切ることになり、相当な痛手を負ったらしい。あれ以来全くないけどさ、魔が差したってやつだったのかな。だと思いたいな。母さん悪さするようなタイプじゃないし。徳さんの家族みんないい人っぽいもんね。よかったよ。私あそこで逆ギレされたり、一家総出でかばわれたら即離婚決めてたわ。スピード離婚。お前そういう決断ほんと早いよな。だってやられっぱなしは性に合わないからな。売られた喧嘩は買いたいし、
徳さんも変なことしたら容赦しないからね。身内としては心強いが、嫁としては怖い。こういうの先手必勝っていうのかな。我慢するのが良くないってやつじゃない。まあそうか。俺らの子供が結婚しても相手大事にしろよ。ん？いや、気が早くない？っていうか、この流れで言う？俺らの子供、いろいろ頑丈そうだよな。それは、そんな気するけどさ。そんなこんなで、翌年には第一子が生まれて。強いね。ただいま。すくすく育った息子が可愛くてたまらず。これは確かに、ポットでの相手に取られたら複雑な気分になるんだろうな、と今は思っている。未来の私が理性的でいられることを祈るばかりだ。ご視聴いただきありがとうございました。姑さんも魔が差しただけの一回きりでよかったです。関係も良好な方が何事も良いですからね。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。